これこそがロキ。ロキを近くで見ていた子供にしか表現できないロキそのものだ。写実でなく頭の中の要素を単純化し簡潔な形でその印象のみを伝える。まさに誰も見たことのない究極。壊すべきは己の常識。親友をもってそれがなされた傑作。私は壊れた像を直そうとしただけで。顔を上げるんだアイズ。君の作り出した作品は世界に轟くべきものだ。さあイエスサーフォーイエー。優勝はロキファミリア。優勝したんはいいけど、なんか納得いかん。全然プリティでもキュートでもないし。まあそう言うな。聞くところによれば神々でも評価が分かれるものらしいからの。そうそう、よかったじゃん。初出場初優勝でしょ。アイズさんの才能が神々にも認められたってことですし。再現性は皆無のようだ。さあイエスサーオーイエー。メセナの第一歩はなった。この先は名実ともにさらなる飛躍を目指す。優勝で浮かれるのは構わんが、そろそろフィンの頭を雪山ででも冷やすべきじゃと思うが。それで元に戻るような玉ならいいがな。君たちに芸術を問おう。さあイエスサーオーイエー。